デロイ・サネは、ドイツ・ノルト・ベスト・ファー・レン・シューエッセン出身のサッカー選手。ドイツ代表、ブンデスリーガ・バイエル・ミュンヘン所属。ポジションはミッドフィールダー。父親は、元サッカー選手で、セネガル代表でもプレーした、スレーマン・サネ。母親のレギーナ・ベーバーは、かつて新体操の選手であり、ロサンゼルスオリンピックで新体操個人総合の、銅メダルを獲得した。 2001年から所属する SG バッテンシャイとシャルケレイオン、バイエルレバー空前のユースチームを経て、2011年に再びシャルケレイオンのユースチームに入団した。2014年3月21日、3年間のプロ契約を結んだ。2014年4月20日、VFB シュットガルト戦でマックス・マイヤーとの交代途中出場でプロデビューを果たした。 2015年3月10日 UEFA チャンピオンズリーグ2014から15のレアルマドリード戦で得点を記録した2016年8月2日マンチェスターシティ FC への移籍が発表された若いラヒームスターリングとガブリエル・ジェズスラさトップを形成するなどウィングのポジションでレギュラー争いを行った2017から18シーズンはレギュラーとして プレミアリーグ優勝に貢献し、また12アシストの活躍で、マンチェスターシティの選手としては42年ぶりとなる、ピエフェ年間最優秀若手選手賞を受賞した。2018から19シーズン1月3日、優勝を争うリバプール FC との対戦では、決勝点を決め、ライバルに対しての勝利をもたらし、これが、シティの優勝につながった。 また個人としても2シーズン連続で2桁ゴールを挙げた。2019から20シーズン開幕前に FC バイエルンミュンヘンへの移籍に近づいていると報じられたが全十字人体を負傷したことにより破断となった。しかし2020年7月にはバイエルン加入がマジと報じられた。2020年7月3日 FC バイエルンミュンヘンと2025年までの契約を締結し、2020から21シーズンより加入することが発表された。シーズン開幕戦となったシャルケ戦で公式戦初出場、移籍後初ゴールを決め、さらに2つのアシストを決めた。ドイツ代表として各年代でプレーし、2015年11月13日に行われたフランス代表との親善試合で、 A 代表初出場を果たした。UEFA ユーロ2016のドイツ代表に選ばれ準決勝のフランス戦で途中出場した。2017年5月、ロシアで開催される FIFA コンフェデレーションズカップ2017の代表メンバーに選出された。FIFA ワールドカップロシア大会のドイツ代表メンバー入りは確実と思われていたが不選出となった。ありがとうございます。